ペルディッカス三世はアルゲアス朝のマケドニア王である。ペルディッカスはアミュンタス三世とエウリュディケの次男であり、先代の王アレクサンドロス二世の弟で、ピリッポス二世の兄である。紀元前368年にアレクサンドロス二世がアロロスのプトレマイオスによって殺され、パウサニアスなる者が多いを狙った。そこでエウリュディケは幼子二人、ペルディッカスとピリッポスを連れて、 アテナイの将軍でアミュンタスの養子になっていたイフィクラテースを頼った。その結果、パウサニアスはイフィクラテースによって追放され、王権を労断していたプトレマイオスは成長したペルディッカスによって殺された。しかし、王位についたペルディッカスはアンフィポリスをめぐってアテナイと対立した。彼はアテナイと戦争をしたが、アテナイの将軍カリステネスと交和した。また、 ペルディッカスは、文人のパトロンでもあり、彼の庇護を受けた者としては、プラトンの弟子、エウフライオスがいる。エウフライオスは、大きな影響を及ぼして若い王の寵愛を受けて、高い地位に上り、マケドニアの学会から哲学者と幾何学者以外を追い出した。ペルディッカスは、イリュリア人の戦いで4000人の兵士と共に、廃止した。王位は、ペルディッスの息子アミュンタス4世が継承し、 ペルディッカスの弟ピリッポスがそれを貢献したが、間もなくピリッポス自身が大いについた。ありがとうございます。